動画。はい、4DS の堀です。今日はアポなしで、4DS のキュンベルトをもう大量に売ってもらってる岡山の奥田の、明田先生のところの喫茶店プラス整体院に来ました。はい。それではどういうところでしょう。なんか結構ね、もういっぺん家に入ってるんですけど、ファミリー的なお孫さんがなんか接客してくれて、なかなかいい環境の場所です。ありがたいです。すごいんですよ。なんか喫茶店経営されてて、4DS のキュンベルト、足首、背首とか、どんだけ売るみたいな。なんでそんな売れるのか、その秘密をちょっと探りに行きました。いいんじゃない。喫茶店の2階に整体院があるっていう。いや、整体院ではありません。いや、すごいですね。忙しい、上に行ったり下に行ったり忙しいですね。はい、ちょっと喫茶店に食べに来て、こんなね、人の患者さんをこう治療していいのかわからないです、ね、すみません、いつもお世話になってるんですけど、お皿がこっちはちょっとだけ動いてる、左悪い方、横にも縦にもお皿が、人の患者さんこうやって治療してもらうので、モーニングができるまでちょっと、すみません。いい、すごい。右のギターが全然動かないもんって。おお、そう、ね。動かすたんびにあの痛みが来るもんと思ってたんです。お皿が動いてないです。ちょっとこれ伝えます。なるほど。組がすごいし。じゃあ喫茶店とかにために来られて、同時に整体も、同時に整体もされてね。同時整体。あ、同時に整体も時々ためにこうね。ああ、すごく心拍を深めていただいて。ああ、すごいですね。でもすごく楽になったんです、うん、これで。よかったよかった。もう病院の方ではもうあの、そうですね、手術をずっとあの進められてたんですけど。すごい。ここまですごく楽に笑ったんです。今これでも。ね。足が軽くなってます。でも膝が全然動かなくて。うん、よかったよかった。またちょっと、はい、まあ、時間かけてしてもらおうかな。時間かけて、はい、美味しいご飯食べながら、はい、治療しまして、ちょっとまた。いや、質問、質問、はい、いいですか、はい、はい、なんか喫茶店経営しながら2階で整体院されてて、なんかね、お遊びです。今も患者さんと待たされながら喫茶店下に降りてきて、忙しかったらこっちに来られてね、すごいですね、ご縁のある方、すごいですね。なんかそこの隣の患者さんもなんか、ね、なんか患者さんでありながら喫茶店に遊びに来られて、すごいなって。そういう中でね、1日1人2人ぐらいまで、だからお昼はできないんで、そうですね、午前中と、ゆり子じゃ、あけみじゃって名前つけてるの、一応3時まで、3時までの営業で、であとはね、あの多摩の方のお寺でね、お寺で、まあ、この首脳とかさせてもらってるんですけど、旦那さんが駅まで送ってくれたんじゃない。若い女性が4人か5人、あ、そうじゃそうじゃ、80代の、はい、80代の若い女性で、でその住めないんでね、はい、そこは整体ができないというか、まあ、事故があったら怖いんで、ね、で今は首里の方に、まあ、返させてもらって、その人その人によって、はい、まあ、回していただいたり、頼まんで、まあ、ずっとは流れます。
痛いんですね。なんか2階の方にロープがあったら、はい、それは何でしょう。それはね、あの下だったら、あの10メートルだったら、はいはい、布団の上だったらこう自分でね、はい、調節できるんですけ ど、ベッドの上でね、こうやってグッと、ベッドの上でやるんですか。そうですね、ベッドの上でやるもんで、一応こう、安全の意味で持ってやってます。足を使われるんです。足だけですね。足だけです。すごいですね。手を使わない。顔のあたりも足で。びっくりした。ただね、それ何て言うんですか。足脱腱法。脱腱法、はい。なんか現代宗とか新興宗の新興宗の坊さん、新興宗の坊さんが確か奈良県の方にやられてる。まあそれを私は福山の方で10年ぐらい受けてたんです。ご自身が患者でね、はい、でそこはね、私より10歳上だから今77歳の、あの奥様、ああ、なるほど。奥様がね、こう、踏んでくれるんですよ。で、そこへね、6年、7年ぐらい通いまして、毎月。で、いつの間にかね、もう自分で岡山にしなさいと。すごいですね。ということで、いや、あの、してもらいに行ってたんだけど、そのたんびでその先生がポロッと言うポイントがあったんです。で、まあ、それが元で、半年間考えて上が空いてたから、つまり上をね、やってるという話で、すごいですね。その中でね、やっぱりこう主義に今度は転向すると、やっぱりいろんな勉強もしなきゃいけないなというところで先生と出会いがあった。ありがとうございます。もう今日も全然やってないのに、ミストバーニー暑いんです。ああ、皆さん。その冬は無理したなし、ありがとうございます。また遊びに来させてください。痩せないんだ。でも時間って15分ぐらいかな。まあまあ近いですよ、ね、15分ぐらい。これでよかったです本当。まあ来ていただいて嬉しい。いやいや、僕もなんかファミリー的な、なんかお孫さんが注文取りに来られて、めちゃくちゃファミリーでいいですよ ね。もうマグロもう春休みでね、明日帰るんですけど、岐阜の方から。わざわざ岐阜からなんですか。そう、お父さんお母さんはね、仕事があってね、ハブさんだけ、まあ明日には限界じゃない、帰るし、まあ寂しいんだけど、ね、来てよし、帰ってよしです。もうめちゃくちゃ空間がいいですよね。ありがとうございます。はい、また遊びに行かせてください。上はね、ちょっともう、もともと倉庫だったんですよ。もう綺麗にされてますね。倉庫だって、まあ、本来は店舗、本来は店舗で10人ぐらい入るように確認してたんですけどね。ただね、老夫婦が女房ですけど、老夫婦がこの階段をね、すごいね。そうですね。そうですね。あるとね。食器持ってね。棒持って。それは大変です。一人のお客さんで3回来ますんで、水持って、商品持って、下げていく。持ちなさい。でもね、ラッキングしたおかげで、ね、片足のね、このバランスいうのは、どっちも、素晴らしいです。ありがたいと。また、これ、あの、僕を YouTube に上げるんで、よろしくお願いします。いや、ありがとう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごめんなさい。コーヒー買いたけど、いやいやいや、全然大丈夫です。もう一杯出す。いや、全然、いやいやいや。